はい、今回のドライブはですね、この高見馬場交差点からです。見てください、皆さん、左右左右ですね、あのピンク色したあの提灯が見えるでしょう。これね、大原祭りのねためのね、提灯なんですよ。それでですね、今日はね、朝早いですよ。8時12分、今。右の方のほら、センテラス、天文館もこんな風になりました。まあ、今年の大原祭りに、このセンテラス、天文館は間に合わなかったけど、来年はね、また全然違う。この辺りの風景になっていると思いますけどね。で、今日はね、この電車通り沿いにずっとこの下がってる提灯があるところまで行ってですね、とにかくまあそこまで市役所通りのあそこのとこまで行きますからね。今ね、太陽は見えてないけど、これからね、晴れるそうですよ。悪い天気じゃない。はい、正面にね、電車通りにかかってるのはですね、カナフアーケード。ここを左右ずっと提灯が見えるでしょう。まだね、朝日通りよりもまだ向こうまでついてますからね。ここが朝日通りです。はい、ここが左側が市役所ですからね。そして市役所前電停を過ぎたあたり前です。あたりまでですね。ね、どっかで U ターンしてきましょうね。ここが市役所前。まあね、人通りがないのはしょうがないですからね。日曜日の8時17分ですね。まあ早朝ドライブの中の一つですからね。はい、ここがね、カナフアーケード前の信号ですね。伊豆路通り、この伊豆路通りに本部が、大原祭りの時は本部ができますからね。まあ今年のね、大原祭りがもう随分規模を縮小して行われるから、まあ例年のあれはね、熱気っていうのはそうでもないかもしれないけど、逆にですよ、その縮小した中で、のお原祭りに参加してくださる人なんかの熱気っていうのは逆にこう凝縮されてるかもしれませんからね。撮影する予定ですよ。もちろん歩き撮りでですね。はい、ということですね、今回のドライブはですね、この大原祭りに関するね、電車通り沿いの提灯行列を撮ってみました。はい、ありがとうございました。